本日はですね、高橋宏夢選手から一通の手紙が届いております、私が代読で読み上げさせていただきます。皆さんヤッホー、お久しぶり。ポニポニビーム発射5秒前、4、3、2、1、ポニー。みんなに俺の試合を見せられなくてとても悔しい。そして何より IWGP ジュニアチャンピオンとして情けないです。ごめんなさい。俺はまだ試合できないんだ。だから復帰するその時まで、この顔面、そしてこのボディも見せたくないんだ。だから今日はベルトさんに喋ってもらおうと思って。それじゃあベルトさんよろしく。ヒロムより。ということですね、本日はベルトさんにお越しいただきました。それではインタビューを開始させていただきます。まずヒロム選手の首の調子はいかがですか？多分もう治ってるよ。本当ですか？ヒロム選手はいつ頃復帰予定されるか知ってますか？はい。あ、会長、今日ちょっと話があるので。あ、そうですね。じゃあちょっと一回これで僕は失礼いたします。あ、会長だ。こんにちは、ベルトさんです。今日は大事なお話があります。すがちゃん、真面目なお話です。ヒロム君の復帰戦の話ですか？なんかやりたい相手がいるって言ってたよ。違います。実はヒロム選手、ベルトを返上してもらうことになりました。なんで？なんで？今よりさらに、ジュニアの戦いを活性化させるためにも、ここは返上してもらいます。そしてヒロム選手は、100% の、回復では足りません。1000% の回復をしてこのベルトを奪いに来てください。そうだよね、僕もジュニアのためにそうした方がいいと思う。次のチャンピオンは誰かな、楽しみ。ということで、ベルトを預かります。それではまた。じゃあみんな、またね。もっと、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 みんなで楽しもうぜー。